レといえばマキシンジ、ウクレレなんだね、セイフンディ。だけど今の若い子に言ってもみんなキョトン顔、ああ、ああ、ああ、やんなっちゃった、ああ、ああ、驚いた。我々ジジババ世代はですね、ウクレレといえば牧伸二師匠なんですけれども、この間教室でこれをやったら、20代のエリカちゃんはキョトンとしておりました。これは今日はこれをやるんですが、なんでこれをやるかっていうと、新しく F というコードを覚えたい。これのあんあんあやんなっちゃったの、この最初のコードが F なんですね。今まで C、G、まあ、で全部やって Am7th とか言いましたけども、この C、それから G、これに今日やるこの F っていうコードを加えると、C、F、G、ドミソドファラシレソ、この3つでですね、結構いろんな多くの曲が、弾けてしまうわけなんです。主要三和音なんて言いますけれども、ですからぜひこの F を覚えてですね、 C と G と F の3つの組み合わせでいろいろ好きな曲をやってみようということですね。まず F のポジションこうです。これこの間と同じようにギターの話で言うと、ギターで言うとですね、まあ、これ Am7th なんだけど、まあ、C っていうギターの C っていうのが こっちに2弦あるわけですね。ギターの場合6弦あるわけですから5弦6弦ってあるんですけども、こういうふうに押さえると C だったんですね。でこれを5フレットまでまたギューッとこう上げてくると C、D、E、F って言って F になるわけなんですね。2弦の1フレット目を人差し指、それから4弦の2フレット目を中指で押さえます。これが F です。ですから C から F、 F から G、 G から C、 この3つはですね、もうどんな順番が来てもパッパッパッとこう切り替えて弾けるように練習しましょう。やんなっちゃった節のサビはですね、 F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  C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  G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  C C C、 これをやってみましょうか。それではですね、今までやった C と G を混ぜて C、G、F、C、F、C、G、G、C、G、F、C、F、C、G、C、こういうふうにこうコードを変えていく練習を最後にしてみましょう。ですかね、ゆっくりでいいですから、これを、まあ、繰り返しやってですね、 C、G、F、 この3つのコードをパッ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 とこういつでもこう見ないで、ここじーっとこう見て、こうやって弾いてる人もいますけど、これ弾けませんからね、もう
上からこうこの辺だけまあせいぜい見るぐらいでパッパッパッと。弾けるように練習してください。では今日はここまでです。